どうも、清水玲です。今回は BOSS AW3 をレビューしていきたいと思います。BOSS AW3 はサウンドの幅も広く、多彩なモードと設定の自由度の高さが特徴です。ヒューマナイザーやエクスプレッションペダルを加えることで、ペダル合うにもなる、とても多機能なペダルです。歴代の BOSS フィルター系エフェクターは肌色のようなカラーでした。AW3 はそこからグレードアップするかのごとく、豪華なゴールド系のカラーリングに変更されています。そのことからもこのフィルターを開発したボス開発陣の気合を感じることができます。それではサウンドを聞いてみましょう。まずは一番ポピュラーなアップモードで演奏します。アップモードはフィルターが高い周波数方向に動くワウ効果です。この AW3 の特徴はディケイタイムの長さを無段階に調整できることです。これは非常にレアな仕様です。ディケイタイムはダイナミックフィルターのキャラクターを決める重要な要素ですが、この部分を自在に調整できることはサウンドバリエーションを想像以上に広げてくれます。そしてディケイタイムを選択する時の一つの基準ですが、ディケイを短くすれば密集した速い音符に追従しやすくなります。ディケイを長く設定すると粘りや重たさを表現することができます。これから行う演奏ではディケイを若干早めにセッティングしています。では聴いてください。次はダウンモードを使って演奏します。ダウンモードではフィルターが低い周波数方向に動くワウ効果が得られます。独特の吸着感のあるサウンドが印象的です。フィルターの挙動がアップモードと逆になるだけですが、効果的なサウンドを得るためにセッティングも変更する必要があります。アップモードと比較するとマニュアルとセンスの値を大きく変更しています。では聞いてください。次はシャープモードで演奏します。シャープモードではフィルターの挙動はアップモードと同じですが、癖の強いワウ効果が得られます。まるでシンセサイザーのような強いフィルター効果が得られます。次の演奏ではディケイを短めにセッティングし、密集した音符で演奏します。では聴いてください。次はヒューマナイザーモードのデモンストレーションです。ヒューマナイザーモードは2つの母音を選択することで、まるでトーキングボックスのような効果が得られます。今回はアとエを選択しています。では聞いてください。
次の演奏はテンポモードのデモンストレーションです。オートワウのテンポを本体のペダルやボス製品のフットスイッチでコントロールできます。20ミリセックから4ミリセックの範囲で設定することが可能です。ペダルスイッチを2秒以上押し続けるとインジケーターのカラーがグリーンに変わり、タップテンポ可能な状態となります。次の演奏では終盤にタップテンポで周期を変更しています。その部分にもご注目ください。モードを切り替えることでダイナミックフィルターから瞬時にワウペダルのような効果が得られる素晴らしい機能です。では聞いてください。AW3 は2000年秋に発売され、デジタルモデリングで作られた先進的なダイナミックフィルターです。発売から20年以上経っているとは思えない現在でも十分な先進性と、まさにボスクオリティといった高いクオリティが特徴です。最も手に入れやすくポピュラーなフィルターですが、見方を変えればかなり個性的なサウンドを持ったエフェクターです。ぜひ皆様もお試しください。では今回はここまでです。動画を気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。